皆さんこんにちは、ももきゅうちゃんです。雨の日に撮ってきたミミズがまだ残ってたので、結構大きいミミズです。だけどまあ大きいカエルだったら十分食べられるので、生きのいい状態であげたいなと。みんな集まってきたね。誰が食べるんだろう。なんか嫌がらせしてる。トノサマガエルがなんか嫌がらせしてる。どけって言って。トノサマガエルが嫌がらせしてるシーンをスローで見てください。これ悪いよね、絶対。絶対悪いよな。この子だね。いつもこの子が食べるから、大体。でもまだ最後まで油断できない。ダルマガエルも食いついてなんか綱引き状態になっちゃった。これミミズあげると絶対こうなるよね。早く食べないと綱引き状態になってくる。どちら勝つ？ここでちょっとブレイクで水を貯金したけど、小さ。今度ダルマガエルに持ってかれちゃった。9割方。じゃあ食べた気しないなって。まだミミズあるから、またちょっと時間を置いてあげようかな。まだ食べてない子にあげないとね。やっぱカエルは餌食べるときが一番面白いね。本能むき出しで、このアグレッシブさがいい。また丸飲みするでしょ、豪快に。カエルは餌食べるときが一番面白いときだから。ではまた別の動画でお会いしましょう。ももきゅうちゃんでした。ありがとうございました。